がとうございます。去年のね、もう今頃はね、まあ、去年の今頃だったんですけれども、まさかこんな1年間ねマスクをつけた生活をするとは思ってもいませんでしたけどもね、ワクチン接種がねぼちぼち始まりますよ、ね。私、まあ、こう見えましてもね、まあ、どう見えてるかわからないんですけど一応医療関係者ということでですね、あと10日ばかりすると注射を打つわけでございまして、私がどうなったかを確認してから皆さんに注射を受けていただければねと思うんですね。まあ、今のところ筋肉痛がねちょっとこう残るぐらいで、まあ、それほど大きな副作用はないと言われてるんですけどもね、まあ、ワクチンがねこう行き届いて、まあ、このコロナウイルスというのもだん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 こう変異していくごとにちょっとずつ、弱まってくるんだそうですね。ですからもうあとちょっとですよ、あと20年ぐらいすれば何もできるね。そんなことないです、まあ、来年の今ぐらいにはもう、ね、だいぶこう花見もね、できるんじゃないかななんて思ってるんですけども、まあ、こんな時はですね、ぜひ大いにね、笑っていただきましてもう免疫力を上げておくということが大事でございまして、ただねその笑うのもいいんでございますけれどもね、こう向かい合って笑うとですね、これ飛沫が飛びますので、できればそうですね、広い公園で、一人きりでこう笑っていただくと、これはいいですね、笑うというのが、まあ、健康にいいということが分かっていますけど、もう一つね、健康にいいことが あるということが分かったんです。これ何かというとですね、意味のないことをすること、これがね実はこう普段皆さんね、大体意味のあることやってるでしょ。今日落語会に来るから落語会にしてるし、トイレに行くからトイレに行くとかね、なんかこう意味のあることをしてるんですけども、それを意味のないことをするっていうのが結構大事なんですね。じゃあ例えばですね、意味のないことやってみましょうか。天井に向かって手を振ってみましょう。投げキスしてみましょう。このね、意味のないことをするとですね、頭がね、一瞬ね、俺今何やってんだっていうんで、思考が止まるわけですね。そうするとね、普段ね、皆さんね、何も考えてないようですけども、頭の中ではね、言葉を使って、ああ、この間ね、うちの嫁さんと喧嘩しちゃったけど、謝ろうかな、どうしようかな、でもな、謝ると付き上がるからな、どうしようかなとか、もう言葉でいろいろなことを考えてるんですね。で、来週どうしようかな、しようかなとか、皆さんもこの中でもね、落語が終わった途端に、あ、今日の夕食何にしようかしらとか、あ、昨日お肉だったから今日お魚かしらとかね、考えてるんですね。こういうこう考えることが多すぎてですね、頭が休まらないんです。こういう時はもう意味のないことをする。そしてもう一つは、ね、意味のない言葉で喋るということが大事なんですね。例えばこうですね、あばら、ちょっと向こうからけ寝ちゃってまだから何でこっぽいにしろ、向こうから待ったらめっちゃのもうやめたかやれ、おお、わからん、え、べからこちら元から見てて、にしろ元からまたいい、あ、ほほほ、べてこちらもやめたらまたから言ってて、じゃあ、心もこっぱやらないだけで、ふっ、おいえ、レジのもと、僕がレジのところのこっぱやらない、ああ、おっけらめっちゃのこっぱらかやって、ねえ、悪かべかち、ねえ。アホだろうなと思ってると思うんですけど、これがね、実は、でったらめな言葉、全く意味のない言葉で喋ってると、頭の中で、こう、でたらめなことを喋ってる間はね、考え事ができなくなるんですね。で例えばですね、今日私が着ているこの着物をですね、皆さんデタラメな言葉でちょっとあれこれ褒めてください。わーおめきちょろまからまたかたまらなくちゃ、どうぞどうぞ、ベルカちゃんまたかたまたかたまたかたまたゆびこちょろまたかた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 またかまたかアボカルメキメリチョンのとばら、これね、言葉を使うとですね、例えばこの色が赤ね、赤だけどもちょっとこう、エンジがかった赤とかね、これが金色に見えるけどちょっと安っぽい5000円ぐらいで買った紐、ね、じゃないかなとか、そういうのってね、言語を使うというのは割と表現しにくいんですね。なのでこのデタラメな言葉っていうのは感性ね、例えば美術作品なんかを見た時に「はあ」とあるじゃないですか。これよくよく見るとこの絵の色の使い方がすごくて自分に染み取ってくるとか、この波の形がすごいなとか、
そういうことを全部ひっくるめて、ああなんですけども、でたらめな言葉だったらもう、色の種類なんか知らなくてもね、アパルマちゃんならばけめだ、色の種類の違うとこ、いやー、バケルコメチョ、ナッパルケメケメチョ、ナッパルも、アメケネシのつもとこ、ナッパラ、アメケネシのこれもケメケメ。これができるんですね。皆さん騙されたと思ってですね、今日の帰りですね、この美術館がございますのでね、美術館にちょっと立ち寄ってですね、絵見ながらね、あっぱれもちろんまたペケペーってやってみてくださいね。そうしたらね、なんか新しい世界が開けてきますからね。まあこのね、デタラメな言葉っていうのは喋りますけども、言葉はね、使えるってだけでもすごいんですけど、これをね、書けるか書けないか、読めるか読めないかっていうのも、結構難しいんでございましてね。昔は読めない方も結構おられたみたいでね、生字でその字なんか読めるとね、お前字なんか読めないってバカ野郎なんて怒られたぐらいですね、こんな小話がありまして、ね、おいお前何やってんだ、うん、兄貴にね手紙書いてんだ、お前字書けなかったんじゃねえのか、うん、字書けないよ、読めるのか、うん、読めないよ。お読めないのになんて書いて大丈夫なのかよ、兄貴も。兄貴大丈夫なのか、うん、兄貴も読めねえからさ。こんな感じでございました。まあ、こういった字のね、読めない方なんかが出てくるとね、話になったりしましてね。ねえ、あなた、もうさ、働きに行ってよ。ねえ、もうあなたがさ、働きに行かないからさ、毎日お芋ばっかり食べて。もうお芋もいいけれどもさ、これ食べたらすぐおならになるでしょ。もうね、お腹にたまらないのよ。ねえ、働きに行ってよ。そうは言うけどさ、ね、最近ちょっとね、目を患っちゃってね、うん、もうちょっとしたら、もうちょっとじゃないわよ。もう、うん、お米が切れちゃってるのよ。あら、お米切れちゃってるの、うん、他大丈夫、うん、お砂糖も切れちゃってるしさ、お塩も切れちゃってるし、もういろいろ切れちゃってるのよ。じゃあ、うちに切れねえものないの、包丁が切れないわね。どうしようねえわよ。ねえねえ、お金借りてくるからさ、ね、薬、眼科に行ってさ、ね、もう目見てもらってくださいよ。いそうはいいけどさ、行くのめんどくせえから、お前な、その名医者さんに行って、なんかこう目に効く薬をもらっといでよ。そう大丈夫だよ、ね、でも俺がほらちょっと目がちょっとかすんでるぐらいだからさ、ね、それよろしく頼むよ。あ、そう、うん、じゃあ分かった、行ってくるからね。あら、あなた行ってきました。あ、ありがとうありがとう。ああ薬どれだ、あこれなんだけどさ、見てくれる、あれあれ、あ、これどうやって使うんだ、知らないわよ、知らないわ、ちょっと聞いとこない、だってさ、ほらそこに書いてあるじゃない、なんか目薬の使い方って、うん、おい、ちょっとやめてくれ、俺字が読めねえんだよな。いや、お前読めよ。私だって読めないわよ。字が読めるぐらいだったらあんたとか読みに来なかったわよ。俺のことよ。もうしょうがないね。なんだこれ。これ。全部仮名で書いてくれてるよ。これだったら読めそうだな。この子泣く、うん、この子泣くすりはすりはめしりんめし、うん、ちょっと待ってくれ、この子泣くすりは、あ、耳か木にいつはは濁点がね、ついてないからね、この粉薬は、この粉薬は、耳かきに一杯、耳かきに一杯って意味だな。ちょっとこの字が分かんないね。これ一つ分かんない字なんだから。で、その後が、尻につけへし。尻につけべしだ。この字だけちょっと分かんないんだけど、お前これ見覚えねえか。いや、そんなこと言ったって私分からないわよ、これ。
るわね、これ。ほらほら、あのいつもお祝い行くじゃないの。ね、お祝い行った時にさ、ほら、あんたが入るとこじゃない、私が入る方のとこにこう書いてある、あの字に似てない？どれ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 。おお、ほんとだほんとだ。ああ、そう、これ、女湯のところにね、これ書いてあったから、これ。これ、女って読むのかな。これ、実はですね、目と書いてあったんですね。まみむめもの目という字。この目という字も、女という字も同じ字をこう崩していっていったもんで、まあ、生字間違いじゃないんですけど、この目という字を女と読んじゃったために、騒動が起きましてね。ちょっと、わかったわかった。うん、女と読んだな。だから、この粉薬は、耳かきに一杯、女尻につけです。この粉薬は耳かきに一杯、女尻につけべし。なんだ、変な顔して、どうして、いいからいいから、つけ方が分かったんだからさ、そこらちょっと扉閉めて、ピタッと閉めて、締まりかけて、じゃあ、お前、こっち来てね、はい、尻出せ。ブンブンブン。なんで私が尻出せ、だって書いてあるじゃないかさ、ね。この粉薬は耳かきにいっぱいこんな尻につけべしって、尻出すよ。ちょっとおかしいことないそれ。だって悪いのはあなたの目でしょ。なんで私のお尻につけるの。だからこれ偉い先生がね、わざわざ書いてるんだ。その意味あるの。意味のないことに意味があるんだよ。あ、そうなの。今ここで出しな、ほら、ちょっとここ座れとか、はい、出す。ちょっと恥ずかしいわよね。ちょっと、ここで本当に、ちょっと待って、ちょっと、こんな感じ、ない。お前、ない。お前、いつ一緒になったと思ってんだよ、お前。恥ずかしがらずにもっとドゥーッと出す。ドゥーッと出す。うわぁ。出たな、妖怪。いやね、お前と一緒になったけどもさ、ね、こうやってまじまじとお前の尻見るの初めてね。ちょっと待って、恥ずかしいじゃないのさ、早くしてよ。ちょっと待って、耳かきはどこだ。耳かき、あそこの中でしょ、あそこ。ああ、ここね、わかりました。この粉薬を耳かきに一杯と。女尻って言うけど、どこにつけたらいいのかね。これ右にこれだね、右が助さんで、左が角さんで、真ん中が黄門様じゃねえ。ちょっとこの辺りにこうさ、ちょっとかけて、つるんと怒っちゃったよ。もったいないね。よしよし、ちょうどいいよ、このくぼみのところにね。このくぼみのところにちょっと、動くんじゃないこの野郎。また怒っちゃったじゃないかさ。ね、こういうのはさ、大事に使わなきゃいけねえんだよ。ね、ちょっとこのくぼみのところにさ、ね、ちょっとこういうふうにこうよくしょっとこうってやってんでね、鼻息をこのお尻に向かってふわっとしたもんですから、もうね、くすぐったくてたまらないんで、もうどうにも我慢ができずに、大きなおならを、ブワーッと。この野郎、お前、もうおならなんかするんじゃないよ、お前、大事な粉がさ、お前、目の中に入っちゃったじゃん。ああ、やっぱりこうやって使うんだ。